おはようございます。黒犬パパの仕事場でお二人とのお休み中、ここにはね、ホットカーペット、プレートみたいなやつ置いてるので、ジャン君はここに、もう定番になりましたね。そしてポンちゃんはジャン君を慕ってここに来てんだね。ここにはあったかいものはないですよ。いいの？あ、ごめんごめん。いただき物の首輪ですね、2人とも今つけています。ちょっと鈴は、ちょっとね、重みがね、迷子札も一緒に下げるので、重み的にちょっとこう垂れ下がるのでね、外そうかなというところですね。はい、2人とも後ろ向いたままですけど、ごゆっくり。はい、パパご飯食べて戻ってきました。当事者が変わってんのね、2人ともね。少しあったかくなってきたかな。じゃあ眼科の方はちょっと電源を切りましょうか。今日は何も用事がないので、ずっと家にいるよ。あら、アンカー使いますか？よいしょ。はい、どうぞ。ポンちゃんはあんまりあったかいの好きじゃないみたいなんだけどね。が送られてきました。どうもありがとう。こんな感じです。ちょっと小ぶりの。美味しそうだね。匂いはそんなにしないかな。これからガンガンいただきます。手が黄色くなるまでね。どうもありがとう。ありがとうございます。ジェン君、ポンちゃん、必ずここに固まっちゃうね、君たち。足で挟むぞ。遊んだ。いなくなった。よいしょ。はい、電気つけたよ。ポンちゃんいいの？
あれ、はい、夜になりました。お二人とも、あとはご飯を食べて寝るだけですね。人がずっといると君たちは寝てるんですね。延々寝てましたけど。ペンちゃん遊んでもらってもよかったな。うん、遊んで遊んでって言ったらいいのに。うん、よし、こちらへどう。いいよ、はい。面白い。それ遊びなの。あんまり面白くない。あんまり。えいちゃんとクローマたち。えいちゃん。ポンちゃんもなんかなで待ちポイント。あ、挟まれるの嫌ですか。はい。うん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 、ポンちゃんを挟むときはそーっとやらないとね。